10路地の紙幣100路地の紙幣路地は、レソトで使用されている通貨。路地とも、補助単位に、先手がある。記号 L 共通通貨地域を通して、ランドと1対1で連動している。また両方ともレソト国内で、法定通貨として認められている。路地は、非流通貨幣であるにもかかわらず、1966年に、初めて発行された。1980年にレソトは、 ランドの代わりの法定通貨として、ロチ先手と名付けられた通貨を発行した。ISO4217 による通貨コードは LSL である。1980年、1979年と書かれた効果が導入された。金額は1、2、5、10、25、50先手と1ロチである。1996年にロチと5ロチの効果が導入され、 その後の1998年に20銭手が導入された。現在の流通通貨は以下の通り1980年、1979年と書かれた紙幣が導入された。金額は2、5、10ロチ。1981年に20、50ロチが追加され、その後の1994年に100、200ロチが導入された。現在の流通通貨は、 以下の通り、ありがとうございます。